うまく体系的にまとめサイトを作ってると。ほう。考えればすごく有益な YouTube です。食の雑学をゆっくり解説。はい、これはあの YouTube の動画なんですけどね、再生数すごいですよね。はい、なんかアニメの2人が出てきて、この独特のこのゆっくりしてってよねみたいな、そういうのがあるのは知ってたんですけど、僕が見るようなもんじゃないと思ってたんだけど、実はこれ知ったのはミニストップについて話した回があったと思うんですけど、ミニストップのソフトクリームを作るのが難しいかっていうね、ほう、僕話したじゃないですか。はい、でコメントだったと思うんだけど、メッセージだったか分かんないけど、食の雑学のゆっくり解説、これが元ネタですかっていうふうに書いてある、同じことで、ミニストップをやられてるオーナーのブログがあって、そこの記事に書いてあったことなんですよ。だからこの食の雑学というのもある意味こうなんていうかな、まとめサイトみたいになってるものなのかなと、かなりのものを見て思いました。で、実はだからね、そう思ってみるとね、実にこれね、情報量は多いんですよ。すごいね。で、なんか面白そうなのいっぱいあるだろ。そうなのよ。で、今これ僕ね、かなり見ました。へえ。このフランチャイズチャンネルでもう外食の話してますけど、外食の話に関心ある方はこれ見た方がいい。で、ただ一次情報が何なんだかさっぱり分かんないのよ。誰だかももちろん分かんないじゃないですか。うん、だからなんとなくこのいろんな記事とかを検索して、うまく体系的にまとめサイトを作ってると。ほう。考えればすごく有益な YouTube です。間違いもあるのかもしれないけど、その一次情報が分かんないからね。でもそんなあんま僕が何十本か見たんで中ではそんなのもないし、今回だからイキリナリステーキの解約、はい、についてもう少し調べてから話しますというふうに1ヶ月前ぐらいに話したと思うんですけど、はい、例えばそういうテーマも検索したらこれで言ってるのが一番こうまとまってる、いきなりステーキの解約って回あると思うんですけど、これを見ると綺麗に解説してってくれてます。経緯からあの何から外食系だけじゃなくていろんなテーマがあるんですよね。一分野として出来上がってんだと思うんだよね。で、いきなりステーキがなぜこの肉マイレージとかその辺が、解約されてしまったのかとか、メニューの値段が上がっちゃってると、まあ、お金の匂いしかしなくなっちゃってるみたいな、まあ、そういうのはなぜなのかとか、その辺の考察も鋭いんだよね。ぜひあの見てみることをお勧めしますね。はい、でフランチャイズのテーマでこういうのがあるかと思ったら、さすがにそれはないよね。まあ、再生回数がそんなないだろうからってことですね。でももちろんあの大戸屋とコロワイドの件とかはすごい取り上げてるし、あと細かいんだよね。本当そのミニストップのソフトクリームなんて、そんなのやった人は知ってるけど、知られてることじゃないと思うんだけど、そういうのもきちんと上げてるし、情報量としては非常に あるし、参考になるサイトだと思いますので紹介しておきます。はい、すごい面白そう。